ハウスに来て、まあ、一番最初に思ったのはすごい広いってことですね。自慢できるポイントはやっぱみんなゲームする場所が広いってところ。今もう9人住んでるんですけど、1人1部屋あって不便することなく、やっぱリアルタイムでこうなんか思ったこととか言い合えるんで、やっぱ海が近い枝豆育ってます。枝豆とレタスを育ててるんですけど、あの最近はこう AK レーシングさんとかスポンサーになっていただいて、こうプレイ環境がすごい改善されて、なんかゲームに専念できてて最高の環境かなと思ってますね。ゲームハウス入る前からまあ仲いいとは思ってたんですけど、まあ、入ってみてさらに深まったとは思います。月に1回ぐらいですかね。めっちゃ柔らかい。銭湯とか行きますよ。海とか銭湯とか。いやでもみんな騒ぎますよ、それは。まあ、クロックと俺が騒いでるんですけど。このゲーミングハウスの独自のルールというと、まあ、やることやってればフリーダム、自由っていうのがルールです。特にルールはないですね。まあ、一回作ろうと思ったんですけど、やっぱ作っちゃうことによってなんかそういう仲が悪くなったり、なんかいろんなことがあるのが嫌だみたいなことになって。スケジュール제대로해잡혀있다는거물론스크림이런거는다잡혀있지만뭔가자는시간이든가밥먹는시간이런게지금되게자율적이라서자유로워서야でも休み日でもみんな練習ほとんど練習してますね。まあ休みの日でもまあ僕はソロ級回してます。휴일에도그냥평소처럼집에서솔로랭크하고그냥여태까지일본에서와서휴일에쉬어본적이없는것같아요やっぱりこう友達に会いに行ったりとかジムに行ったりどれくらい走れる？でも本当に体を動かすとすごいリフレッシュになるんで、なんかジムすごい今いいなと思ってます。日曜日休みなんで、じゃあまた明日月曜日から頑張って、まあ、LJL 活動って感じでこう気持ちを入れ替えるようにしてますね。本当に無理みたいなことはやっぱみんな持ってて、自分の中で絶対にやっぱやらないので、ルールはないけど分かってる、やっちゃダメなこととやっていこうと。まだやっぱり日頃からなんか些細なことでも意見を共有できるので、仲が深まることによってやっぱゲームでの連携とかも深まるのかなって。